16世紀頃、ヨーロッパでは、大航海時代と呼ばれる時代に突入し、この辺りにある国々が、世界中に行ったので、世界中で貿易が発展することになったのです。そんな出来事に影響されて、ここにある、明という国では、ものづくりや物の売買が発展しました。ここにある長江の下の方では、今まではお米が作られていましたが、時が経つにつれて、綿織物や生糸が手作りされるようになりました。綿織物の原料になる綿花や、生糸の原料になる蚕に必要な桑の栽培が、この辺りで行われるようになるのです。こうしてお米は、長江の真ん中ら辺の、孤港と呼ばれる場所で作られました。孤港で豊作だったら、国中が、飢えることがなかったので、人々は言いました。ここを良くすれば天下取る。この辺りで作られた生糸と、この辺りの景徳鎮という場所で作られた陶磁器は、世界中に輸出されました。こんな感じに商業が発展すると、国の偉い人と結びついた特権商人と呼ばれるものが現れました。この辺り出身の、三世商人と呼ばれる商人と、この辺り出身の紀州商人と呼ばれる商人は、塩を独占的に売ることでお金持ちになりました。そんな特権商人は各地に、会館や公所と呼ばれる施設を作ることで、同じ出身地の者たちで集まり、協力してビジネスを行っていました。商業が発展することで、貨幣経済が進展し、人々の間では、銀でやり取りすることが多くなりました。そんな状況だったので、明の偉い人は、今まで様々なもので支払われていた税金を、銀で払わせることにしたのです。銀でのやり取りが農村でも浸透してきました。農村には、科挙に合格し国の偉い人になった後に、農村の指導者になった、共進と呼ばれる人たちがいました。共進だった陶器商という人物は、頭が良いだけでなく、芸術家としても才能を開花させました。しかし、みんながみんな優秀でお金持ちになれるわけではありません。農村では、銀を支払うことができないものも出てきて、反乱が起こることもありました。そんな状況だったので、王陽明という人物が説いた陽明学という考えが、庶民たちの間で受け入れられることになったのです。ありのままの善良な心を大切にすれば、この世の真理に至る知識を獲得できるんだ。だから、心のままに実践を行えばいいんだ。そんな庶民たちの間では、小説が流行しました。三国志演義という小説は、三国時代の英雄の活躍が書かれた物語です。水滸伝という小説は、北宋末期の英雄たちの戦いを書いた物語です。西遊記という小説は、お坊さんの三蔵法師が、猿の孫悟空、豚の猪八戒、河童の沙悟浄と共に、天竺を目指すという物語です。金瓶梅という小説は、明末のお金持ちの男の色と欲に満ちた生活の物語です。ここにある、日本という国に、フランシスコ・ザビエルという人物がやってきて、キリスト教を広めました。その後、フランシスコ・ザビエルは、明でもキリスト教を広めようとしましたが実現しませんでした。今度は、マテオ・リッチという人物が明にやってきて、キリスト教を広め、偉い人たちに受け入れられました。そんなマテオ・リッチは、自分で作った世界地図の根拠万国全図も明に伝えました。この頃やってきたキリスト教を伝える者たちの影響で、明では科学技術への関心が高まりました。チジチンという人物は、本草綱目という薬物をまとめた本を書き、宋王政という人物は、天工怪物という産業技術をまとめた本を書きました。徐光慶という人物は、農政伝書という農業技術をまとめた本を作りました。そんな科学技術書は、ここにある日本や、この辺りの東南アジアの国々に影響を与えました。